英語系のツイッターで日本一位、コアタンと申します。オーストラリアで働いている駐在員なんですね。やんだツイートをしてた。リムツイートでバズっておりました。1週間で5万人とか6万人とかフォローがついて、入難者か出版社の方からリムいただいて、幼少期の話はセンターの英語の保育はですね、さあ、始まりました。モテチャンネル。さあ、今回なんですけども、今日、スペシャルゲストということでですね、なんと、SNS、英語系のツイッターで、日本一位というですね、コアタンにインタビューする機会ができましたので、早速インタビューしていきたいと思います。初のコラボです。まだ誰ともコラボしたことないって言ってたんで、謎大きいコアタンにインタビューしていきたいと思います。コアタンさんでいいんですか？じゃあ、呼び方は。はい、コアタンと申します。よろしくお願いします。はい、お願いします。いや、なんでも初コラボというか、他の人たちとやったことがないっていう。私初めてのコラボなので大変緊張しております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいですね、この SNS 業界、コアラだったりお猿だったりが賑わせて本当ですね木に登る系の動物が多いですけれどもじゃあ、まあいろいろ聞いていきたいんですけど、まずこれ難しいな、コアタンに聞くのは。コアタンってどういうきっかけで始まったんですか？ありがとうございます。コアタンを始めたきっかけですよね、はい、まず私の原点でツイッターになるんですけども、ツイッターを始めたきっかけとしては、今私あれなんですよね、オーストラリアで働いている駐在員なんですね。はいはい。元々海外に対する漠然とした憧れみたいなものは持っていて、うんうん、海外で働いてみたいなと思って今の会社を選んでいったんですけれども、実際に入社してみてオーストラリアに駐在してみると思ったより辛かったんですよね。ああ、なるほどなるほど。英語もめちゃくちゃ得意だったっていうわけでもなかったですし、うんうんうん、周りに頼れる友達や家族もいませんし、はい、現地のオーストラリア人のスタッフの駐在員を見る目ってすごく厳しくて。あ、そうなんですね。はい、思い描いていた駐在生活とちょっと違うなと思ってしまったんですよね。まあ、そこで自分は別に海外で働きたかったってよりは、何か自分の子を選んだ場所で自分のしたいことをして好きな人たちと自由に生きていきたかったんだなって気づいたんですよね。それでブログをやってみようかなとか、いろんな SNS やってみようかなとか、いろいろこう勉強しながらもがいてみたんですけれども、その中で一番こう楽しくてうまくいったのがツイッターだったという感じですね。なるほどなるほど。最初はどんなことツイートしてたんですか？最初はですね、海外生活の話とか、駐在員ってどんな仕事をしてるのとか、就活の話とかですね、そんなことを発信するアカウントで作って4ヶ月くらいで1万6000人くらいの方にフォローをいただいたんですよね。そこからどう伸ばしていこうかなって考えてたどり着いたのが英語だったという感じですね。私別に帰国子女でもないですし、英語がめちゃくちゃ得意だったわけでもないので、駐在の最初の頃って英語に少し苦労したんですよね。それで日々仕事しながら学んだことをノートに書いてみたりとか、イラストを交えながら書き留めてみたりしたんですけど、これをネット上に公開したら他に似たような感じで同じように勉強してる皆さんのお役に立てるんじゃないかなと思ったのが英語系の発信を始めたきっかけですね。あ、そうだったんですね。じゃあ最初は生活について書いてたわけですね。駐在員ってこんな仕事してますよとか、辛さについてはい、そうですね、やんだツイートをしてた。ミニムのツイートでバズっておりましたそこから英語についてこうやっていって、わってなりました。そうなんですよ、英語について発信し始めてまさに最初のツイートですね、助動詞の意味の強さについてビジュアルで説明するというイラストだったんですけれども、それがですね確か22万いいねとかがついて、ほう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 、一つ目のツイートでめちゃくちゃバズってですね、記憶が曖昧ですけど1週間で5万人とか6万人とかフォローがついて、そこからもう英語に切り替わってしまって、今は英語系アカウントとして発信しています。そうですね、やっぱり特徴ですもんね、コアタンのアカウント特徴といえばこの程度を絵で表すみたいなのがお箱になってますもんね。はい、そうですね、 SNS で長い説明とかって読んでもらえないと思うので、どちらかというと正確に難しい説明をするっていうよりは、ビジュアルでわかるようにできるだけ少ない文字数で読まずに分かっていただけるような説明っていうのを心がけて、イメージで理解してもらうっていうのを気をつけてやってますね。それがもう次から次へと出ていくわけじゃないですか、そのツイートが。はい、今毎日投稿しております。それがもうボン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 当たっていって、まあもう僕はもうその頃から見てたんです、一番最初のツイートから見てるので。あー、ありがとうございます。なんで、あー、もうこの人の人じゃない、このコアラの本出るだろうなって思ったらボンと出たんで、ありがとうございます。やっぱり
最初のツイートがバズってから 1,2 週間くらいで、これ言っていいのかわからないんですけど、はい、ありがたいことに柔軟社か出版社の方から DM をいただいて、はい、すごい。すぐに思いました。僕も出版社と編集者だったら、もうすぐに送るんで、とんでもないです。ありがとうございます。それ狙ったのかなって思ったんですけど。ああ、まあ、最初こうビジュアルにしてみようと思ったのが、本業で結構パワーポイントを使ってイメージを伝えるっていうのを任せられることが多いので、はいはい、それが結構得意だったんですよね、うんうんうん、なのでその分野と英語を掛け合わせたら強みが発揮できるんじゃないかなと思ってやってみたのがきっかけですね、うんうんうん、そこで十何社来てどうやって1個選んだんですか。あ、もちろん一つ一つ丁寧にお返事差し上げて、私ごとき本なんて出せると思っていなかったので、丁寧にお返事させていただいて、一番やってみたいなという人間的なところで選ばせていただきました。おー、そしたらね、一冊目がボーンと売れて、ありがとうございます。大ヒットに。いえいえ、とんでもないです。こちらですね、読まずにわかる英語ニュアンス図鑑という本なんですけれども。そうですね、僕も出しましたしね、武田塾イングリッシュの方では。はい、ありがとうございます。とても嬉しかったです。こちら今11万部売れておりまして、すごい、大変好評いただいております。この本が面白いんで紹介したいですって僕は出したんですよ。ありがとうございます。あの頃から森哲先生の大ファンでチャンネルも見ておりましたので、あの頃で、ね、第2作目もね出ましたし。そうなんです、今年の1月に出させていただきまして、これを英語で言えるかなっていうのも、またこれもいいとこついた本で、ありがとうございます。1冊目はどっちかというと、この例えばショップとストアってどう違うのとか、はい、ビッグとラージってどう違うんだ、はいはいはい、とか、似ている単語のニュアンスの違いをビジュアルで説明する本だったんですけれども、2冊目はどっちかというと、例えばふわふわとかボツボツとかの擬態語とか、あとはキュンとするビビるわみたいな感情の表現とか、そういう日本語だと日常的に使うのに、英語だとなかなか学校で習わないよねみたいなものをビジュアルで学べるような単語帳になっております。でも出版社が変わりましたね。あ、そうですね。突っ込んで。ありがとうございます。1冊目が角川さん、2冊目がマガジンハウスさんということなんですけれども、はい、別になんか絶対変えたかったというよりはですね、はい、角川さんとやるのは初めての出版ということだったので、はいはい、これが標準としてどうなのか、出版業界としてどのレベルにいるのかということが判断つかなかったので、はい、もう少しいろんな出版業者さんとお仕事したいなということで、今回マガジンハウスさんと出版させていただきました。3作目も出るんですか。はい、今ちょっと準備中で、なんとか年内に出したいなと思っております。これツイートはどうやってんですか。もう毎日常に考えてるのか、メモしてってるのですか。うんうん、そうですね、毎日自分で考えて全部自分で作ってるんですけれども、はいはい、このツイートのイラストを作ること自体は10分から15分でできる話なんですけれども、はい、やっぱりネタの選定がとても大変 で、ね、どの参考書にも載っているような当たり前の話をツイートしてもしょうがないですし、うん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 、逆に難しすぎても見てもらえないっていうの で、ね、絶妙なラインを作ってこと、あとちょっとたまにクスッと笑えるネタを入れるっていうことにこだわってやっているので、そこはちょっと難しいですよね。そうですね、いろいろとこだわって作ってるっていうのは、まあぜひツイート見てもらえればわかると思うんですけど。ありがとうございます。ただいつも仕事で英語を使って、オーストラリア人とか海外の方々と英語で仕事をしているので、その中で自分がつまずいてしまったところとか、駐在員の中には、うん、なかなか英語が得意じゃない方も結構いらっしゃるので、英語が得意じゃない方ってこういうところが分かんないんだなとか、仕事してる中で見つけることができるので、それをネタにすると結構反響が大きかったりします。はあ、はい、やっぱそうですよね、はい、これはでも毎日毎日続けていくんですか、これからも。続く限り続けていきたいと思っております。いや、すごいなって。働きながらですからね。そうですね、働きながらだからほぼ寝ないで作業してるんですけれども、いつね仕事辞めるのか楽しみですね。仕事は仕事でとても楽しくて、辛いことももちろんたくさんあるんですけれども、はいはいはい、仕事で学んだこのマーケティングの知識とか、はい、資料の見せ方みたいなのをツイッターやインスタグラムに生かすとうまくいったりするので、そうですね、逆にこう仕事を続けていることでうまくいってるのもあるのかなと思っていますね。それはあると思いますね。わかんない、そういつからか、あーもう十分溜まった、もういいか仕事いつかそのレベルになれるといいんですけれどもね、うん、職場にも尊敬する先輩がいっぱいいたりするの で、そうですね、できる限り続けたいと今のところは思っております。
どこまででも出せるんですか？幼少期こうだったとかは言えるんですか？幼少期の話は言える範囲でお話ししたいと思うんですけれども、幼少期はですね、全く海外とか行ったことがなくて、初めて海外に行ったのは大学に入ってから20歳の頃なんですけどね。ただ受験勉強とかすごく頑張っているタイプでしたので、受験英語って意味ではあまり苦手ではなかったです、高3の夏休みとかほんと受験するために勉強していたので、センターの英語のリスニング以外ならほぼ満点取れるくらいの、英語力ではあったんですけれども、リスニングとかスピーキングとかで言うと勉強の仕方って本当に知らなかったので、リスニングパートとかほぼ適当にマークつけてたなってこと覚えてますね。その後トイックとかトフルとかああいう資格系はやったんですか？トイックはですね、入社の時に受けさせられたんですけれども、ちょっと点数は正確に覚えていないのですが、当時900点とかそのくらいでしたかね。森出先生の前で言うのも恐れ多いですけれども。いや、素晴らしいじゃないですか。まあそうですね、それがいないとやっぱ駐在員になれないですもんね。そうですね、特にリスニング力ってすごく重要だなと駐在生活で思っていて、英語を勉強されてる方でよくあることでスピーキングが重要だと思って勉強されてる方がいると思うんですけれども、私はどっちかというとリスニングの方が重要だし、難しいと思っていて、最初かなり大変だと思う。特にまあオーストラリアですからね。スピーキングって自分の知ってる単語を使って、知ってる文法だけを使って、ゆっくりと話すことができるので、相対的に難易度が低いと思うのですが、リスニングは向こうの英語を全て聞く必要があるので、めちゃくちゃ難しいと思ってます。あとは、聞かれていることがわからないと、いくらスピーキング力が高くても、話すことがないと、何を話したらいいかわからないみたいなことになるので、駐在するんだったら TOEIC のリスニングは満点取れるくらいじゃないと苦労するんじゃないかなと思ってますね。でその後 TOEFL とかやりました？ IELTS とか。あ、駐在の前に受けさせられました。TOEFL IBT ですよね、当時こんな英語の発信をするとは思っていなかったので、スコアすら正確に覚えていませんが、100ちょいとかですかね。100いってるんですね、すごい。コアラすごいんですよ。ありがとうございます。じゃあまあ英語は好きだったわけですね。そうですね、とても好きではあったんですけど、ちょっと苦手だったなって感じですね。大学でもやったんですか？大学では1年間留学していたことがありまして、カナダに1年間行ってたんですね、ただ行った当時の英語力ってひどいもので、今でも覚えてるのが、スーパーにお買い物に行って、レジのおばさんにジュースを差し出した時に How's it going? って言われたんですよ。元気？って聞かれたんですけど、当時それが聞き取れなくて、何回も聞き返して、本当に何回も聞き返して、だから How are you? ってキレられたんですよ。本当そのレベルの英語から始まって、もう一生懸命勉強したなという思い出がありますね。これからはでもどうやってやっていくんですか？これからはそうですね、英語の発信が楽しいので、これはこのまま続けていきたいなと思っています。本も大変好評いただいてるので、今後は皆さんのモチベーションを上げられるような、楽しく学べるような本を出せたらいいなと思ってます。そして実はね、 YouTube もやってるっていうね。あ、そうなんですよ、森哲先生のチャンネルと比べると本当に弱小チャンネルなんですけれども、いや、実は英語ってどうやって勉強したらいいのかなっていう勉強の仕方にフォーカスしてるようなチャンネルになっているので、まだまだこれからなんですけど、頑張っていきたいと思います。いや、僕なんか一瞬で抜かれました。いや、とんでもないです。ツイッター一本足打法なので、ケビンズイングリッシュを見てた時のように、こうスタディインを見てた時のようにケビンさんもスタディインさんも楽しく拝見してます。すごくいいですよね。彼らがまだ全然そんな登録者とかいない時からやっぱ見てるので、僕はもう常に注目してますんで、この英語系とかたくさんいらっしゃいますもんね、面白いチャンネルが。本当またこれから来るのもいろいろあるんですけど、まあアニメ系の英語でちょっと、ね、少しでも近づけるように頑張っていきたいなと思います。またそれが後々にあの頃はみたいなんで使われるんですよねその映像が使われるといいですねあの頃は何だったのにみたいな、立場がみたいなのかもしれないですけど、ぜひじゃあこの概要欄に貼っておきますので、そちらもチェックしてください、はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いいたします。コアタはですね、ちゃんと大学受験の勉強やって、 TOEIC も TOEFL もやってっていう、こういうベースがあったので、まああの Twitter っていうのがね、ドンといったわけですね。そういきなりパッと出てパーンとかってあんまりないと思うので、強いですよね、そういうバックグラウンド持ってるっていうのは。そうですね、何事も文法力、単語力、読解力みたいなものは根幹かなと思います。これがあっての大ヒットですからね。急になんだあいつはみたいなですね、業界が激震しましたけど、こんなことがあったんですね。ぜひこれからも頑張って、はい、面白いツイート、そして YouTube の動画、はい、出していってもらえればと思います。はい、ありがとうございます。
頑張ります。はい、ということで今日はコタンにおいでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。